こんばんは。こんばんは。AKB48 チームエイト富山県代表のハルピョンこと橋本アルナです。こんばんは。画質良くないだって。多分今から良くなります。なんか最初から画質いいのって難しくて、そう、昔の携帯使ってるのでそんなにスペックがね、もう今の iPhone14 とかと比べると落ちてきてるので、ちょっと待っててください。すいません。すいません。ちょっと待っててください。ごめんね。今日はこの後もう9時から放送されます。てか爪割れた、見て。爪かけました。金曜ロードショー見ます。コナンくん、これはハロウィンの花嫁ってやつです。音でか。始まっちゃった。ちょっと待って、爪切ってる。今日は一日しずくのしてたんですけど、一日ではないな。ちょっと日やってたんですけど、無理。もう目が痛くて、途中で目がパシパシになりました。爪は切りたいと思った時に切ります。え、なになに、急にどうしたの。どういうこと？どういうこと？大丈夫そう？なんかいろいろなんかいろいろ大丈夫そう？混ざった。人爆発した。あ、やばい。いや、すご。うわ、いた。待って、何、ちょっと待って、むずい。
待って、ちょっと待って、待って、むずい待って、むずい、最初からむずい、最初からむずい誰か助けて、こんばんは、こんばんは、金曜ロードショーを見ています。え、自分にもつけられちゃったの？このなんか金髪さん、マジ無理、コナンマジむずい、助けて全然むずいね、渋谷だ、コナンむずい、ハルピョンと一緒に見てますだって。え、マジわかんないとこしか、わかんないとこばっかなんだけど、助けて。え、どういうこと？さっきの人がじゃあこの二人？古谷レイが本名で、アムロトールが偽名、んー、どっちでもいいや家賃さん、なんか
黄色のやつありがとうございます。黄色なんて書いてあるんだこれ。ライバー、ライバーか。前もあったよね同じようなやつ。5G が渋谷を加速させる。スーさんハートありがとう。え、あゆみちゃんはコナン君のこと好きなんですか？で、まあいいや、あんま聞かなくていいや。うん、なんか聞きすぎるとなんか知りすぎてる人が喋っちゃうから私も多分自分が知ってることいっぱい喋りたくなっちゃうタイプだから。そう、ズーデスさん、てつやさん、ハートありがとうございます。うん、もういいや この4人の名前は知ってますよ。源太くん、光彦くん、あゆみちゃん、あいちゃん。あら、なんか大変。なんかちょっとさ、コナン君ってさ、一気にさドンドンドンってくるからもうなんかよくわかんなくなっちゃう。だからあの本当どこに行くにしてもメガネで蝶ネクタイつけた小学生がいないかどうか確認してください。皆さんもいたらすぐにその場から離れましょう。はい、スーさんハートありがとうございます。絶対離れた方がいいでしょ。絶対なんか起きるんだから。いや解決はしてくれるけど絶対なんか起きるんだから離れた方がいいよ、うん、避けましょう。
爪って何食べたら伸びますか？タンパク質？てか爪ってどうやったら健康になります？私ほんとすぐあれなんですよね。君に届け。あれするの？リメイクみたいな。バランスのいい餌？嘘でしょ。ウサギじゃないんだが、ワイ。ワイウサギじゃないんだが。ビタミン B2 とカルシウム。すごい、アイちゃんロシア語わかんの？やば。こんばんは。松田陣平。あ、これ知ってる？これ見た。切りたいわけで切ってるわけじゃなくて、私今形を整えてるんですよね。しっかり切ってるわけじゃなくて、なのでそう、私爪の形が綺麗じゃないので、ね、そう、だから爪だけじゃなくて爪の周りの皮というか、そこら辺ですね、を綺麗にしてます。爪切りはどこのやつかわかんないけど、昔々どっかで買ったやつです。このこれ、ラーメン好きなんですか？はい、好きですよ、ラーメン。なんかこれは本当あれ、細かいところも切れるのでいいですね。とってもいいです。はい、なんでそんな次の日だと分かんの？確かにすごっ、そんなとこまで覚えてんだ。3年前、6日、
いや全部特別すぎる。午前中だけで3つもしてんのやば。スーさん卵ありがとうございます。やば、バイクで逃走中。米花町はよくいろいろありますよね。なんで米花町って言うんだろう。上手。ホームズがいた町がベイカー町、へえ、ベイカー街？ベイカー町？ベイカー。なるほど。やばいやばい、コナン君いるのバレる。あ、バレないんだ。ベイカー街の映画。うん、お、さっきの人じゃん。お、さっき飛ばされちゃった人。メガネ無事だったわけじゃないでしょ。新しく買い直したんだよ。うん。全然不安です。12日まで超不安。できるかな。でも私締め切りとかが近くなるとちゃんとやる女なんで頑張ります。はい、頑張るね。なので皆さんはぜひオンデマで見てください。家でゆっくり。まあ多分その日が本当にハロピョン最後だとは思うんですけど、しずくちゃん
わかんないけど。この間が最後だと思ってた普通に。でもまあ今回こうヒカルンが一緒に出ようって言ってくれてよかったです。アーターさんハートありがとうございます。まあでも皆さんはオンデマで見てください。はい、ちょっとそうですね、やっぱ友達の大事な日なんで、友達のファンの人がいっぱい入ってほしいっていう気持ちかな。オンデマ最善でよろしく。でも上手と下手どっちがいい？そうですね、まあ最善路線でお願いします。10日は劇場、はい、待ってます。10日待ってます。ユッキーさん、ユッキーさんかな、ハートありがとうございます。ほんでも立ち見定点派。まあ立ち見定点はオンデマでしか見れ、あれでしか見れないからね、生でしか。誰？ああ。誰って言っちゃった。ね、ヒカルンの泥焼け、それこそさ10日とかさヒカルン出れなかったのかなって感じ。ほんとに、うん、2日前厳しいか。串野大吾さんハートありがとうございます。ハート、ピョンムービー8面もうコンプして、してないと思います。全然出てない人いっぱいいるよ全然出てない人いっぱいいますよ。2310円だって4人で、1人500円ぐらい。オレンジジュース500円、安っ。間違えた、高っ高っ。オレンジジュース500円だって、あのコップのオレンジジュースでしょ、やば。 500ml で100円ぐらいで売ってますよね、ペットボトルの。
咲かせてほしい大きな夢のチャンネマジでやばい。でもスタバってそんなもんか。500円、600円。思い出してあの場で写真が来てまた夢思い出。これやってから？スタバのメロン飲みますよ、新しいの絶対。死んでも飲む。これもやるのか。めっちゃメロン楽しみ。つつまみ出して屋根を叩く雨と風だろうドキドキしてたチャ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 。これも1回目なのか。チャ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 近すぎて言えなかったまさかの愛しさ夏が終わって気づくそうか私あなたが好きかかやめのままだよねそうか自分前から横顔を見てた気がするチャ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 すごいスコール好きな人めっちゃいる。街角のカフェ。これ歌詞ついてないんですよね。竹内をいつもついてるのに街角のカフェなんだっけ。何事もなかったみたいに話をす、ん？普通に話をする二人目の前ので迎え入れてふともしもの幻選んでいたの未来思い出してあのボートハウススコールが止むのを待ったよね思い出して稲を叩く雨あれなぜだろうドキドキ。ん？むずい傘。傘むずい。回るんだ。赤く雨なぜだろうドキドキしてる風はむずい。空がまた晴れて虹がつぼみたちが一番好き。うん、最近雫ハマったから終わるの寂しい。オンデマで見てソーラーがまた晴れて虹がかかるようにこの気持ち伝えたい。
ほんの少しだけ学校の自分より、あ、回るこれ。素直になろうかな。回るよね。前上前上前。母さんむずい。ほんまに。やだ。母さんちょっと千秋楽じゃないけど、なんだ、ヒカルの卒業公演傘なし。マジでお願いしたい。さて誰と電話でしょうか。あの人じゃない、首輪された人じゃない。あ、ほら正解。傘持ったことない。だから携帯使えないんだ。めっちゃおもろい。公衆電話今時。首元にずっと爆弾ある状態ってどんな怖さ。めっちゃ怖。黒電話、ゆぴょんさんハートありがとうございます。めっちゃ緊張する。なんで？来月から来る予定だったのに先に。悲しい。いや眠いっていうか、もうフリ V ずっと見てたのと、もう目がしばしばなんでございます。はい。てかすごいちゃんとなんか特殊ガラス隔ててますみたいな声すごい。ぜひだ。え、ちょっと待って。ああ、全然わかんないや。お、もしや、名刺渡すチャンス？すごいロシア語喋れちゃう。
あ、やばい。爆弾作ってる。あ、そっか、この松田さんは爆弾処理なんちゃらみたいなあれでしたね。そういえば。うわー、危なー。危なー。目いた。目カパカパ。ナイス。すげえ。ドア持ってくんの絶対重いやん。うわ、なんかすげえ。そんな至近距離ギリギリ。うお、逃げられちゃった。え、バカじゃない？やば。あー、一回届かず。あなたは降りていくんだ。後ろから来るよ。ほら。やばい。確かに。あ、爆発しちゃった。やばい、スコールの間にの立ち位置を置いちゃった。もう、仲間？すごーい。すごい。ヒロさんかっけえ。
あと1分。これ止めなきゃいけないんですか？自分も離れちゃダメなのか。そういう仕事だもんね。あ、やばい。あ、嘘。何？急にどうしたの？やめてもらっていいですか？なんか勝手になんか発動すんの。やっぱ逃げた方がいいじゃん。ガム？え？ガムですか？でもあんな漏れちゃうこともあるよね。ないのかな。すご。なんか D さんハートありがとう。あら、なんか大変ですね。だって、やっぱダメだったのかな、あの時みんな逃げてたら、でそのまま爆発したら、でもそれ以上の被害になってたかもしれないのか。爆発して火がわーってなって、無理か。でもそしたら一人、でもわかんない、どうしたらいいんだろう。むず。だって5人亡くなっちゃったわけでしょ。麻酔の耐性って絶対あれじゃん、コナン君の眠りの心じゃん。ねね、安室さん、コナン君の正体知らないんだ。そうなんだ。工藤新一って、カズさんハートありがとうございます。行きたくないんだ。怪しい。
怖くない？やばい。ガム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 詰めてもろて、うわ頭よ、ポットであれなのか、ポットじゃないと下に行かないから。このさ、鉄パイプがさ、落ちてくんのも子供たち危ないっすよね。ガム詰めれなかったか。お。すごー。まさかの共犯。こんばんは。彼女怪しい、嘘マジ、彼女いい人じゃないの。いないんですよ、松田さんはもう亡くなられましたので。どうやって連れてきたら、高木さん、
俺もコナン見てた、一緒に見よう。すごっ、あっすごっ、それでそれとそれ落としたんだ。え、ポッと落ちた時に危なかったよね。もしもあれ6階でしょ、ドーンって壊れてビシャビシャビシャってなったら危なかったよ。ほら、てか自分で言うのやば、自分で俺行きますって言うのやば。あ、やばい、死神見えちゃってる。羊羊かと思った、私も。公安って何ですか？そっから公安って何ですか？ロシア。あれ2回も見た？この人。あ、そっか、外国の人の時もそうだ。公安部は警察の部署の一つ。公共の安全を守る公安。ああ、そっか。ああ、難しい。伊達さん？伊達さんはどうやって亡くなったの？
全然わかんないやん。もうなんかやっぱ多分さ、ちゃんと見てる人はわかるんだろうな、コナン君1から100まで。松田さんはどんな人？マッチですね。アツオさんですわ。メガネかけたら声変わんのおもろいな。コナンって何十年も続いているのに実写化しない、当たり前じゃん実写化したら困るわ。実写ドラマありました。そうなの？事件起きちゃってるじゃん。怖っ。やばい、そういう作戦か。怖っ。こんな階段手すり使わせてほしい茶おるやん、かぼちゃ。めっちゃおる。柴犬とドーベルマン。いや、頭よ。かぼちゃを落としてびっくりさせるの。てか女性？声的に。ゆういちさんハートありがとうございます。なんでわかったの？すごい、コナンくん。
もすごいなんか フラーミャ、その そしたら、でも警視庁前でやらなきゃいけなかった理由は何なんだろう。ガムなんですけど爆弾止めたの。ありがとう卵さん。でも全然やばい、ギリギリ間に合わん。千葉さん、間に合わないかもしれません、ごめんなさい。ごめんなさい、メール。間に合わなかったらごめんね。時間的にギリ合うとかも
人ロシア人、なんちゃらなんちゃらさん、妻クリスティーヌさん、怪しい。クリスティーヌ、クリスティーナ忘れた、どっちだっけ。どこで見たの、コナンか。うん。お姉ちゃんが。ほら、やっぱ。クリス、クリスティーヌみたいな。やっぱ妻怪しい。そっち？そっち？村？え？
ばい、雫を覚えなきゃいけないのに。絶対クリスなんちゃら怪しい、こっちから振り返って、こっちからまた振り返って、でででで、3.25、でででで、でで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 、濡れた T シャツ透けた鼻が生々しくて居心地悪かった、何人もいる男友達の一人だとその瞬間まで思ってた、近すぎて言えなかった、まさかの愛しさ、夏が終わって気づく、そうか私あなたが好きかも、スコールが止むのと願ってた、そうか私ずいぶん横顔を見て、あ、横顔を見てた気がする、チャ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 、傘を取りに行きます、街角のカフェ、合ってる？歌詞がもう大変、街角のカフェ、何事もなかったみたいに普通に話をする二人、目の前の 1.5 バサミ、もしもの幻選んでいたの、未来、そうか私あなたが好きかも、スコールが、スコールが止むのはだよね、思い出して雨を、屋根を叩く雨、なぜだろう、ドキドキしドキドキしてる、ちゃん空がまた晴れて虹がかかるようには、あ、その前 2.5 にいるんだ、やば、1にいた、空がまた晴れて虹が一番、この気持ち伝えたい、ほんの少しだけ過去の自分よりは素直になろうかな、チャ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 、前上、なんかよくわかんないこのタイミング。チャ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 傘、ほんと傘、ほんと傘、傘、傘のせい傘のせい、傘マジわからん、無理、やめてほしい、本当に全然完璧じゃない、まだ2曲目このさ、伝統みたいなやつが危ないみたいなことない？かわいい、みんな、ほら、これ水色じゃん、やばい？
さっきのなんか伝統みたいなやつピンクだったよ。どういうこと？意味わかんない。お、すごい。君ロシア語喋れるんですね。コナン君、違う、多分これ演技だ。ごめんなさい。こういうシナリオだよ絶対。いや、そう思っちゃダメですよね。え、何？やばい、コナン君が、どうしよう、コナン君が撃たれちゃうよ。昨日の見送り以来、ハルピョンのハルピョン、しっかりハルピョン沼に引きず、イエーイ、ありがとう。カーニ恐竜、交通事故の後遺症。プリャプリャーミャプもむずい、プリャプリュープープー、ほんとだ、結婚式がめちゃくちゃだ。すごい、村中さん急いで、やばい、ハラショー、ああすごい、ボコボコ、おお、すごい。あ、普通の銃も持ってんの、やば。
重い重いのめっちゃおもろいはあ、なんか壮絶な戦いって感じ。なんかこの間も私銃バンバンみたいなやつ見たんですよね、ドラマって。なんだっけ、あ、思い出した、大選挙病棟みたいなやつ、フールで見た。だからなんかもう銃バンバンみたいなやつだから当たんなすぎてすげえみたいな。思ってますね、うん、あれ俺も見たね、私も見ました、10話見た。ぴょんちゃんの推理力があれば USJ のコナンの脱出ゲーム成功できそう。あの行きたいんですけど行く人がいないので、あのはい、すいません。なんか大病院選挙、それです。私なんて言いました、大選挙病棟みたいに言った忘れた、ごめん。言ってくれますか、一緒に誰か。そう、行く人いなくていけない。てかいろんな脱出ゲームマジで行きたいんですけど、本当に行く人、なんか人友達いなくていけないんですよね。でもなんかこういう仕事してるから、なんかそう行っていいのかみたいな気持ちになっちゃうんですよ。そう、女性限定とかやってほしいな、女性限定脱出ゲーム。うん、謎解き得意かは分かんないけど、本当に行ってみたいけどマジで友達がいないから行けない。でもそういうとこって一人で行ってもなんかそういう友達ができそうですよね。めっちゃ謎解きできる友達が、じゃない？でもそういうのって友達と行くから楽しいねってない、私ほんと無理なんですよ。なんかどうしたらいいんだろう、なんかほんとになんかそういうところで人と喋れる気持ち、なんかあれもない。あの4人ね、この人確かにロビンっぽい。
やばい、来ちゃった。へい、なにゃうディスタディティ、ほらすごくない、ハルピョン、ピンクだったよって言ったでしょ、あの提灯みたいなやつ。やば、やばい、見たことあるって思われそう。ないですよ、本当に。お。あ。なんかとりあえず痛そうな音。首ついたままだよ、君。あ、いた、ようやく。いや絶対ここまでじゃない、ほらほら、まさかあの巨大ボール役立つなんて。あ、別に巨大ではないか。ほら巨大になる。え、その花火であの提灯破れるとかないっすよね。バカじゃん、何やってんの。はあ、ガム詰めてもろて。あ、やばい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 。え、いやちょっとそこまではちょっと私分からなかったですね。でも危ないっすよねこの飛行機。
危なやばてか上からさ銃が落ちてきたってことでしょ急に。それはそれで怖くね。やばこれ映画館で見たらやばいですね。すごい迫力。あ、おお、そこで爆発するんや。てかよくそこに人いなかったね。あれ、まだだった。まだだった。まだ大きいボール使ってなかったんだ。強っ。やばい。あ、ボールでせき止めちゃうパターン？スプラトゥーン始まった。スプラトゥーン始めないで。コナン君。ごめん泣いてない。でもとりあえず一刻も早くあの液体止めてもらえるかな。くじの大吾さんハートありがとうございます。
すがにでも水色まではちょっと見えなかったな、さっきの映像じゃ。そうピンクしか分かんなかったから、ピンクのランタンとあの水色のなんかどっかから出てくるのかと思ってた。泣いてないわけないじゃないですか、もう号泣です、涙ちょちょ切れ、ほんともう涙出すぎてカラカラ。うちのお医者さんミラーボールありがとうございます、ありがとう。いやまあこれもう今ここで見てるから泣かないってのもありますよね、配信ってね感情がね。ハロウィンの花嫁ってそういうことだったの？タイトル伏線だったんか。うわぁ。全然気づかなかった。やば。来週から教場始まるけど見ますか？だって。そうですね。多分ちょっとリアルタイムでは見れないかもしれないんですけど、一応見れる。時に全部見ようとは思ってます。結局まだ吉高さんのあれも見れてないんですよね。明日丸亀行こうかな、だって行ってラッピー。来週のも実況しますか？来週は何ですか？金曜ロードショー何が入りますか？来週9時ですよね。来週14日、あ始まっちゃった。やばい、あやばい、どういうこと？え？どうなるんですか？サスペンド、むずいむずい。どうなるの？
てかすごっ、こんなに頑張れあゆみちゃん、大人大人強言わない、ありがとう言わないでくれてありがとう、優しい、みんな絶対言わないで、え全然理解できない、てかすごい炎に燃えてもああならないの、びしょびしょだよ、炎に燃えてもサッカーボール焼けないのすごくない、あーやばい、高木刑事血出とる、いつ撃たれたん、結婚式場、やばい、やっぱ持つべきものは仲間なんですね、ちょっと何しようとしてんのか分かんないけど、あんま、それで何するんですか、何どうすんの、これで液体止まんの？あ、で中和させてんだ。
泣きそう今さっきの家族のシーンじゃなくて今泣きそう。すごいなんかヨロヨロ。パンダさんハートありがとう。キャもうちょっと。パンダさんハートありがとうございます。プール。プールで見れるって。ともゆきさんハートありがとうございます。ということで無事。私コナンの映画一回だけなんかだけ見たんですよね。映画館で。でも何見たかも忘れました。何だったっけな来週はちょっと分かんない。まだ見れるか、見れそうなら見ますね。いやーなんかね。あでも金曜ロードショーではもう 2,3 話見てますね。そうあの新幹線みたいなモーターカー止めるやつとかも見た。リニアモーターカー、あと爆弾のそのそれこそさっきの刑事松田さんが殉職されたやつも見たことある。でも多分ねフール入ってるんで見ようと思えば見れるんですよ。いつでも何でもどれでも。あそういえばお休めるって送られました。届きました皆さん。あ来てた、よかった、ありがとう教えてくれて。そうですね割と私がそうフール何見たことあるか。コナン君でしょ。名探偵。コナン。黄色の弾丸。ん？どれ？コンゼロの執行人から、あ、からくれないも見たかも。金曜ロードショーで。いつ見たかは、あ、違う、これだよ。異次元、え、わかんない。え、どれですか、私が見たやつ。ちょっとすいません、わかんないです。ごめんなさい。何歳の時に見たかだよね、でも。高校生、中学生、高校生。女性だった気がするんだよな。
多分忘れました、すいません。ママから LINE 来てた。まあいいや、鬼滅誰と、鬼滅は新作が明日か明後日、あ、鬼滅は新作どころか旧作も見たことないんですいません。誰と見たんですか。お姉ちゃんがめっちゃコナン好きで、もうほんとめっちゃ好きなんですよ。でそれをなんか10回ぐらい1個の話に見に行くみたいな。そうで、そのうちの1回に一緒に行った記憶があります。はい、だからマジで AKB メンバーで、あの顔は全然違いますけど、例えるならマジで真帆ちゃんです。本当にうちの姉は本当にそうなんですよ。はい、なのでそんな感じです。マジカナバナナちゃん、北里光平さん、ハートありがとうございます。ありがとう。マホピョンはかなりだよ。いやいや、うちの姉もかなりだよ本当に。やべえ、コナンだけじゃないです。いや、これ以上言うとちょっと怒られそうなんでやめますけど、はい、やべえっす、マジ本当にやべえっす。だからもうなんか見てきた光景すぎて、もう真帆ちゃんがすごいアニメ好きみたいなのが見てきた光景すぎて、もうなんか別にアニメをどれだけ布教されても何も思わないです。もうごめん真帆ちゃん。でももうなんか見慣れた光景すぎてて、ほんとほんとそう、うん。 D さんハートありがとうございます。なので正直まただなって思いながらって感じです、はい、どこに行ってもそうなんだなってはい私は決めました、目標。今年の謎解きのイベントに参加する。でもさ、なんかさ、仲間作りづらくないですか、そういうところで。お友達とかをなんか LINE とかを交換するのがなんか、なんて言うんだろうね、この職場柄、職業柄、なんかもし自分のこの LINE が流出したらとかになったらなんかできないし、インスタとかさ、最近ではさ、もうインスタ何みたいなのがもう普通なんですよ、若者の間で。だからインスタってなったらさ、もうさ、48ピョンズ富山って言えないじゃんそうだからどうしよう。メンバー誘えばいい。え、だって友達みんな卒業する、悲しい。ヒカルン卒業する、悲しい悲しい。友達卒業しちゃうの無理。
てかそういうのに興味ある子いなそう。私が仲良くなってるメンバーでいなそうじゃない？夢見るとかそういうの興味あるんかな。ねえ、わからないって言ってそう。てか誘えないし人のこと。私めぐみんとかはだって卒業しちゃったし友達。悲しい、寂しい。え、なんか人を誘えないんですよね。人を誘えないんですよね。なんかほんとネガティブな発言今からしますね。なんか私じゃあ誘った時にたまたまその日仕事入ってるだけだったけど、あ、ごめん行けないんだよねその日って言われたら、なんかあ、そっかってなって、私と行きたくなかったのかなってなって、もう2回目誘えないです。はい。ツイッターで行きたいメンバー募集したらどうするんですか。ツイッターでそんな公の場で募集してゼロだった時、もうどうしてくれるんですか。そうなったら本当に滑稽な姿を全世界に晒すだけじゃないですか。はい。リア友で言ってくれそう。いやー、そうですね、みんな就職しちゃってちょっと忙しいみたいな感じなので、ちょっといないですね。いや本当になんかだからもう私ねえ、みんなが友達です。ありがとう今日も今日も本当にありがとう。私と喋ってくれて、私の喋り相手になってくれて本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。なんか全然興味ないものに誘うのって申し訳ないじゃないですか。だから、うん、え本当に、マジで一生無理ですわ一生無理ですわ。もうはい、これからもこれからもこもって配信します。みんなありがとう。これからも私の相手をしてください。そうなんですよね。
しい。でも悲しそうじゃないでしょ、22年こうやって生きてきたから。そう、すみちゃんハートありがとうございます。無理ですね、人間ってみんなが思ってる以上に怖い生き物だよ。逆にぴょんちゃんが誘われた場合必ず行きますか？だってまず誘われることがないのでそうですね、はい、まあ基本誘われたら行くと思いますよ。はい、でも行く行く詐欺してる人がねもういるので、本当にそれは申し訳ない。でもそういう時ってこっちから誘うのが スマートなのかな。なんかむずい、それでその日仕事あるって言われたら無理だし元気なくなるしいやーD さんハートありがとうございます。ツーデスさん卵ありがとう。君は希望の光。アーターさんありがとうございます。頑張ります、希望の光になれるように。大空に羽ばたあ頑張ります、頑張ります。私は希望の光、大空に羽ばたけ、頑張りますね。相手の確認、相手のスケジュールは確認、気持ち悪くない？マネージャーさんに聞くんですか？すいませんこの子って空いてますか？めっちゃキモくない？先回り、それでどうすんの？ごめんその日仕事なんだよねって言われて、普通に行きたくないだけなのに、普通に仕事ってさ断られた時の、あ仕事ないのに仕事って言って断られた、もうやる気無理ってなるって。ほら多分周りも思ってそう、普通になんかどういう子なんだろうって思われてそう、そうなんか何が好きそうか分かんなくない、うさぎうん、私自身も何か前にコミさんとアミさんとラジオさせていただいた時に、何かどうやったら先輩と仲良くなれますかっていうのを聞いたんですよ。そしたら何かラジオの時にね、そしたらなんかもっと素を見せてくれる人がいいみたいな、素を見せてくれる後輩、なんかなんて言うんだろうの方がなんかこっちも素を出しやすいからみたいなって言われたんですけど、なんか私の中での対人関係の素はこれなんですよ。そうで私は今でも配信してる時は確かになんて言うんだろう、ゴリゴリスイッチオンかオフかって言ったらゴリゴリにオフなわけじゃないですか。ってなった時に、だからこれがこの素と対人関係の素が違うから、配信の素と対人関係の素とステージ上の素が違う、さそうなの。だからどれも自分なの本当の、わかります？どれも素なんですよ。でも普通に
私の中ではそうだけど、素が一個の人間もいるわけじゃないですか、きっと。だからすごい深い話になってるんですけどそうなんですよね。だから難しい。だからすごい難しいです。てかそれが普通じゃないですか。もうじゃあ例えばさ、普通にそれが普通じゃん。大人になったらそれが普通じゃん。大人じゃないけど、まあ子供なのかもしれないけど、なんて言うんですかね、なんかむずいなんて言うんですか、 TPO を考えなきゃいけないっていうのはこうね、そう、だから多分その気持ちが多分強すぎて、なんか自分に見せてくれてるこの姿は素なのか素じゃないのかって考えた時に素じゃなさそうだなって思われてそう、うん、でも私の中では素なのっていう気持ち、はい。だからもうどれが自分なのか私も分かりません。教えてください。逆にだってこうやって話してるし、でもお話し会ではなんかめっちゃアイドルみたいなことしてたりとか、ステージでめっちゃアイドルしてたりとかするじゃないですか。だからなんだろうね、なんか時と場合と場所によってほんと全然違うって感じ、私は。うん、でもそれが全部作られた自分かって言われたらそうじゃなくて、全部作られてない自分なんですよね。でも作ってるって思われてそう。人間って難しい。だからいつかはきっと現れると思うんですよ、自分を、自分の全ての素を受け止めてくれる友達がはい、別に大人になってからでも友達はできますからね。頑張ります。ジカナバナちゃんハートありがとうございます。お話し会でアイドル出してるのはす、アイドル、ん、あ、待って、ごめん、むずい、やめようやめよう、やめちゃった。だからお話し会ではその人その人に合った素が出して、素を出してますね、本当に。なんかピョンズ女子の若いなんていうの、キャピキャピみたいな子たちと喋るときはキャピキャピみたいに喋るし、もうなんか大人のなんていうんだろう、お仕事さんみたいな、お仕事バリバリしてますみたいなときは、人と喋るときはお仕事バリバリしてますみたいな人と喋るとき用の私ですし、ちょっとね割ともう定年されましたよみたいな方とか、まあ間近ですよみたいな、割と結構上層の方と喋るときはそういう時だしみたいな。そう、でも全部私です。はい、今いる友達が聞いた、違う、私は全部出してるんですよ、自分の素を。でもそれを、あ、この人は今作ってるなっていうのを感じるんじゃなくて、あ、これもこの子の素なんだなって受け止めてくれる友達、その全ての素を受け止めてくれる人です。はい、そうです。だから別にその今いる友達に素を出してないわけじゃないです、
全員に素は出してます、うん、むずいんですよね。だからあの本当に難しい話なんです。ちょっと金曜ロードショー見てないのにテロップ出たままだっただからステージ上にいるハルピョンを、ハルピョンもアイドルの素だし、アイドルの橋本春、ハルピョンっていう素、橋本春奈っていう素だし、今配信やってるこのすっぴんのもうなんとも、もうなんか本当にあなたステージでキラキラ輝いてる人ですかっていう、本当あのアイドルキャピキャピダンスしてる方ですかって言われそうなくらい、めっちゃなんかもうなんていうの、もう今すぐにでも寝そうなぐらいの眠さの目してるのは、今も私も素ですし、そうですお話し会でなんかウェーイファーありがとうって喋ってるあれも私ですし、はい、緊張はしますよ、そりゃそりゃ緊張はしますけど、全てにおいてね、うん、全部素です。素じゃなくて全部作ってる、うん、そうかもしれないですね。それもそう、そう言われたらそうかもしれない。じゃあ自分、本当の自分ってどこですかってなる。そしたら逆にこっちが聞きたいかも。本当の自分ってどれなんですかって。じゃあ全部作ってるとしたら、寝る瞬間が一番私、ね、もうじゃあ動画見てる時ですねはい、どれが私ですか。じゃあわかんない、そう全部私です。いないかな、こういうなんか似たような人本当こういう特性なんですよね。自分探しの旅に出たいな、本当に。え、てか私人と喋るのがすごい苦手で、なんか自分の話をするのも得意じゃないけど、人の話を聞くのがすごい苦手なんですよ。いや、話し会やってるやつが何言ってんのって感じなんですけど、いや本当になんか人の話を聞いて、それになんか相手はじゃあ何を求めてるんだろうって考えるんですよ。そう、何を、じゃあ例えばじゃあ今みたいになんか友達できないんだよ、友達できないって相談してるわけじゃないんですけど、全部自分の素なんだよねって言われて、ああそっかってしか答えられないんですよね。そうだから自分のなんて言うんだろう、思ってることだったり自分を話すことの方が得意だけど、でも自分から話したいっていう、なんて言うんだろう、この話をこの相手にしたいっていう話がなかなかないから、そう話題を広げられないの、難しい。話ってどうやって広げるんだろう。マジ人間世界向いてない、ウサギになろういるだけで可愛いって言われたい私も本当に、うん、
根っから明るい人ね、根っから明るい人誰かじゃ紹介してください友達になりましょう誰か普通ですよね、人間と人間なんて。だってぴったりこの人みたいな人なんているわけないじゃないですか。だから本当に魔法エリだったりとかは本当にすごいと思いますね。エリ魔法わかんない、どっちが正解わかんないけど、なんかすごいなって思います。ずっと一緒にいるあの二人本当にすごい。夢見るとかもそう、ほんとすごいなって思います。よく3人でさ、3人奇数の友達なんて成功するなんて聞いたことない私。すげえよ、だからマジで、うん、夢見るは本当にすごい。3人なんてそう絶対1になるもん、21になるもん、うん、ほんとすごいなって思います。うん、でも2はすごいけど、それ以上にやっぱ3人ってすごい。だからあそこマジで夢見るは本当にすごいと思いますね。やばいやばいやばい、しずく覚えなきゃやばいやばいやばい、しずく覚えなきゃ。まあ私なんだよねって感じで頑張りたいと思います。あぶね、しずく覚えなきゃ。配信終わろう、頑張る。とりあえずあと30分しずくやって12時には寝る、うん、そうしたいなと思ってます。急に深い話をしました、すみません。なんかなんでコナンからこうなった、仲間っていいねって話からなんか急に深い意味わかんない話になりました、すいません。なんかこういう人が得意な仕事って何ですかやばい、アイドルが今ファンの人に聞く質問じゃない質問しちゃったアイドルだよって言いますよね皆さん。そうですよね、そうですよね、普通はねアイドル続けてほしいからアイドルだよって言いますよね、そりゃでも22なんで、はいそう、すぐに辞めるとかはないけれども、なんかもしでも、だってじゃあ50代60代までアイドルやりきるわけじゃないじゃないですかって考えた時に、その時に何の仕事してんだろうって考えたら、考えね、何が向いてるんだろうって
思います。専業主婦は向いてなさそう、カウンセラーに向いてるかも。アイドルでいいよそうですよね、すいません、今多分私マジでする質問間違えました、ごめんなさい今して気づいた、絶対これ今ファンの、今応援してくれてるファンの方にする質問じゃないわって思ったわ、ごめん、ありがとういきます。1位てつやとはるぴょん大好きさん、ありがとうございます、ありがとう。2位アーターとぴょんどさん、ありがとうございます。3位トラック野郎とゴリさん、ありがとうございます。4位ともゆきさん、ありがとうございます。5位にゃーこさん、ありがとうございます。6位ズーデスさん、ありがとうございます。7位カズさん、ありがとうございます。8位北里光平さん、ありがとうございます。9位ゆういちさん、ありがとうございます。10位マジカナバナナと来世は花嫁になってください。あ、あなたのですか、ハロウィンのですか、爆弾作ってポーンみたいな、うん、ちょっと考えておきます。11位すみちゃんと第4販売決済完了でござる、ありがとう。皆さんもぜひ本当決済忘れずにしてください。もうせっかくね売り切れが近い部もそう、あ、出てきてるっていう感じなんですけど、それも売り切れじゃなくなっちゃうみたいな、なんかでも今のところ3つの部は売り切れしたまま売り切れしてるので、ほんとマジでありがとうって感じなので、ぜひそのままいい行いを続けましょう。ぴょんず12位、A ダッシュアットぴょんずさん、ありがとうございます。13位マックミックさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はスコットプリグリノさんです、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また明日の配信は多分夜ですね、明日も夜すると思います。ちょっと明日も雫頑張ります、ちょっと本当に頑張んなきゃ。とりあえず今日この配信終わってからはしっかりと何ですか、つぼみたちから3曲4曲、あとそう、はい、頑張ります。とりあえずということで応援しててください。それではありがとうございました。またなんか深い話しちゃったんですけど、あ、全然病んでないですよ、はい、元気、これも普通の橋本なんで、ありがとう。ということでおやすみなさい。最後に一万人の歌とキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。一万人一万人一万人でお弁当食べたいな、ありがとうございます。はい、先のようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで11,640人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、テーマ県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。一緒にコナン君見てくれてありがとうございました。来世はぴょんずみんなのお嫁さん、花嫁になれるように頑張ります。ということで皆さんも来世はハルピョンと出会え、なんていうんですか、花嫁と花婿さんとして出会えるように、ぜひ今世徳をいっぱい積んでもらって頑張ってください。それではおやすみなさい、ありがとう、頑張ります。雫公園、バイバーイ、おやすみ、ありがとう。